旧屋重旧屋重10月から1970年は、日本の停身官僚、弁護士、元停身省有務局長、鳥取県米子市西福原出身、旧の亀吉の長男、米子中学、岡山の第六高等学校を卒業。ついで上京し、東京帝国大学法科大学法律学会入り1911年、卒業。 文官高等試験に合格し、定身省に入る。以来、通信事務官補、定身局事務官補、定身局副事務官兼戦時船舶管理局事務官、感染局初期官定身初期官兼高等会員審判所審判官、台湾総特府交通局参事、定身大臣官房秘書課長同監察課長、広島定身局長、定身所有務局長兼定身管理、 練習所長などを歴任した。1936年3月に退官。同年5月、低新商主導で設立された九州北部の発電会社西部共同火力発電の代表取締役常務に就任し、1939年4月の会社解散まで在任した。その後弁護士となり、夜名古に帰って開業する。後再び上京して東京で亡くなった。 シュゲルは25年間、低神症に在職したが、その間、有給休,休暇を一度も取らず、自身の結婚式の時でさえ、本人の写真を飾って、花婿不在の式を挙げたという。宗教は浄土宗。旧の家は、西白軍福米村の名門だった。昔からこの地方の人は、旧屋の知恵筋には叶わんと言った。シュゲルの弟たちも、また東大放課を出た。 旧屋の四人兄弟は、共闘の間でも有名だった。ありがとうございます。